鳴門市文化会館は、徳島県鳴門市無谷町南浜にある多目的ホールを中心とした文化施設。公共建築百選、日本におけるモダンムーブメントの建築選定。連載、保存か解体か、鳴門に残るマス建築11文化会館命、削った壮大な墓文化、芸能、ピカップニュース徳島新聞。 徳島新聞ウェーブ、2020年1月3日閲覧。第9永遠なり鳴門初演100年徳島新聞。徳島新聞ウェーブ、2020年1月3日閲覧。鳴門市文化会館など3棟ドコモも、選定建築に徳島の話題。徳島ニュース徳島新聞。徳島新聞ウェーブ、2020年1月3日閲覧。鳴門市文化会館のあり方検証する。 町内組織が発足、初会合徳島の話題、文化、芸能、政治、行政、徳島ニュース徳島新聞。徳島新聞ウェブ、2020年1月3日閲覧。鳴門市文化会館を耐震化、マスダ建築存続へ調査のため2021年4月から、休館、県内大ホールに空白期間生じる、県内大ホール一時消滅文化衰退を懸念する声。 徳島の話題、文化、芸能、徳島ニュース、徳島新聞。徳島新聞ウェーブ、2020年1月3日閲覧。社説、鳴門市文化会館面進行法で、休館の回避を社説、徳島新聞。徳島新聞ウェーブ、2020年1月3日閲覧。ありがとうございます。